大西紀大五郎は、愛知県天郡、鍋田村稲本出身の元大相撲力士、第28代横綱。本名は、鳥井大五郎。1883年3月22日に、愛知県天郡、鍋田村島元で大工だった、山田松次郎の次男として生まれた。誕生日は3月22日とされているが、3月20日7月22日など、諸説ある。 幼少期から快力で、地元の子供相撲でも年上の子供を相手にしても、負けなかったため、稲本の金太郎という異名を取った。父のもとで、修行の後に京都で車大工の職人となったが、体格と快力を見込まれ、その評判を聞きつけた力士の勧めで、1898年に色羽部屋へ入門した。 1903年1月に人幕部屋へ移籍すると、すぐ頭角を現したが、人幕の休止によって朝日山部屋へ移籍した。八九の勢いで重量をわずか1場所で通過し、1906年2月場所で新入幕を果たす。ところが、大西紀のあまりにも早い出世に、他の部屋から苦情が相次いだため、同場所は前頭ではなく、重量筆頭角として出場させた。 それでも、会心劇はとどまらず、1907年6月場所で小結、1908年1月場所で関脇、1910年6月場所後には大関に昇進、これ以降在位9年14場所を務めた。ちょうどこの頃に、日立山谷上門から東京相撲へ勧誘されたが、朝日山に深く恩義を感じていたために断ったという。 その朝日山が1916年に亡くなると、遺言,言通りに、同年6月場所から1917年6月場所までの1年間、3場所を朝日山の執行名で出場し、2枚観察で襲名したが、先代の一周期が過ぎた1918年1月に、同部屋に所属していた二瀬川に、朝日山の執行名を譲り、小錦よりスケールを大きくという意味で、大錦に、 またなした。1918年5月場所にて、35歳にして、吉田塚崎から横綱免許の授与が決まり、第28代横綱へ昇進した。大阪相撲では3人目の横綱として5年8場所に、渡って土俵を務め、1922年1月場所を最後に、現役を引退した。引退後は1代、東取大西樹を襲名した後に廃業し、 ソネザキ新地で、茶屋、経意とを経営した。1943年に亡くなる直前に還暦を迎えたが還暦土俵入りは行われず、還暦横綱の象徴である赤い綱を作られたかも、不明である。八戸見市歴史民族資料館に、大西木の肖像画と実際に使用していた大内輪が、展示されている。また、出身地である、ヤト市、稲本の飛行級殿神社には、 大西樹が寄進した灯籠が現在も残っている。左四つを得意の方に持ち投げや釣りを得意としたが、攻めての速さに乏しく、東京相撲との合併工業では、東京の横綱、大関に全く歯が立たなかったといい、三役クラスにも分が悪かった。これにより、指揮者の間では、歴代横綱の中で最弱との評価がされることもある。ただし、 吉田司酒の吉田追い風をして、片屋に上がって立った瞬間の品位は満点問いはしめたとされ、実力以上に人格、品格の面を見込まれて横綱を免許されたと思われる。当時風紀の乱れていた大阪力士では珍しく、博打もやらず、貧衡法制であったという。大正時代のある時、ハワイへ海外公演に出かけ、相撲普及を行っていた。 横綱昇進後の不調は、山陰地方での巡業の際に、生イカを食べ、食中毒にかかり腰の粘りを失ったという説がある。本場所では一度も機会がなかったが、東京相撲との合併工業では同じ、大西樹を名乗る大西樹ウイチローと対戦している。1916年10月31日から、大阪新世界で行われた、晴天10日間の、 東西合併大相撲の6日目に対戦したが、大五郎の方は当時、朝日山を名乗っていた。取り組みは、大西木が土俵際で朝日山の左下手投げをこらえてからの右小手投げで勝利した。1919年9月12日から10日間、開催された大阪国技館落成記念、東西合併大相撲でも千秋楽に対戦が組まれたが、この時は朝日山が、 大西樹に戻っていたため、大西大五郎と東方の大西樹宇一郎、それぞれが大西を名乗る、者同士での対戦となった。この時は宇一郎が釣り出しで勝利した。大西の四個名を襲名したのは大五郎の方が先であるが、宇一郎の方は、故郷である大阪に西樹を飾れとの意味を込めて、大西としたが、この時点ですでに、 大西喜大五郎が存在しているのを承知で名付けたため、大五郎は不快感を持っていたと伝わる。大阪相撲の本場所における重量昇進以降の成績を示す。ABCD 大相撲ジャーナル2019年3月号、P58 大相撲ジャーナル2018年3月号、P107 大相撲ジャーナル2017年6月号96から97ページ。 ありがとうございます。